王立アジア協会にあるコールブルックの教蔵ヘンリー・トーマス・コールブルックは、イギリスの官僚、東洋学者。インドに長年住み、ウィリアム・ジョーンズやチャールズ・ウィルキンズを継いで、インド学の基盤を固めた。ヘンリー・トーマス・コールブルックは、銀行家、ジョージ・コールブルックの子として、ロンドンに生まれた。父のジョージは1769年にイギリス東インド会社社長に就任した。1782年に東インド会社の書記官としてインドに渡り、カルカッタ、ティルフト、プールニアー、ミールザープルなどの地に赴任した。役人としての仕事と同時に、コールブルックはインドでサンスクリットをはじめとする東洋諸言語を学び、1794年以降、ベンガルアジア協会の機関紙に論文を発表した。1805年以降は、カルカッタで裁判官を務め、同年フォートウィリアム大学のヒンドゥー法とサンスクリットの教授に就任した。1807年に、ベンガルアジア協会の会長に選出された。同年、ベンガル評議員に選ばれた。1814年、32年間滞在したインドを離れ、イギリスに帰国した。コールブルックは多数のサンスクリット写本をインド省にもたらした。イギリスでは王立天文学会や王立アジア協会の創立メンバーだった。コールブルックの研究分野はインドの法律、産業、数学、言語、哲学など多方面にわたる。没後に論文集が出版されている。コールブルックの主要な論文、ベーダ、すなわち、ヒンドゥー聖典についてはこの論文集に収録されている。コロブルは植物の学名で命名者を示す場合に、ヘンリー・トーマス・コールブルックを示すのに使われる。ありがとうございます。